おはようございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。早か、おはようございます。よろしくお願いします。さあ、今日は節目の回770話ですけれども、2番目の入場ですね。わあ、1番のお客様はサラリーマン金太郎に行かれたよ。ちょっと気になりますけどね。さあ、今日はせんや行こうかな。ほら、こうやって揺れるでしょ。いざ2番で入ると、いや、ここはもうパーです。行きましょう。すごいですね。昨日いっぱい出てる、いっぱい出てるとか言って、パーです。凱旋の鬱憤晴らしといきますか。昨日のやるぜ。おはようございます。アロードスクリーンのシーサです。さて、本日は長崎県長崎市にございます丸光稲佐店さんにやってまいりました。今回は第770話節目の回といたしまして、朝一はアナザーゴッドハーデスを選びました。まあ、昨日はですね、こちら、まあ、ハーデスらしからぬ面白いちょっとねグラフを描いてますけれども、果たして今日はどうなりますか。最終ゲーム数223回転のアナザーゴッドハーデスです。まずは昨日のマイナス3000枚以上ありますので、まあ、それを上回るプラスを目指していきたいと思います。よろしくお願いします。ハーデス勝負。なんかね、やっぱりハーデスと凱旋同じゴッドシリーズにはなるんですけれども、打つ時というのはやっぱりハーデス凱旋、あるいは凱旋ハーデスといった感じで、勝ったら勝ったでその流れにあやかってみたいなこと言いながら、負けたら負けたで凱旋の負けをハーデスで取り返すとか言いながら、こう2戦続けてハーデス凱旋になるということは結構僕は多いのかなって自分で思いますね。今年2018年に入って最初の街道日記も凱旋ハーデスというですねゴッド系でスタートしましたが、その時は2戦2勝といい結果を残すことができました。さあ、今日は節目の回、まずは昨日の3000枚以上のマイナス分なんですけれども、トータル収支で見ればここまで7000枚ほどのマイナスがありますので、そこまでいければ最高だなと思います。どうなる今日の節目、もしかしたらちょっといきなり大きなハマりになるかもしれないですね。何も来ないし本当に静かだし、当たる気配がまだ全然ないんですよ。ここまでさすがにここからジャッジメントを60ゲーム獲得して160枚ぐらいの獲得でノーマルいきますはないでしょう。さすがにね、節目でね、ここでジャッジメント当選となります。ひなな4連。まあそうですね、天井までまだゲーム数ありますし、あとはもう次のゲームがもう一回ひななならジャッジメント2つきますので、ここほい、あ、ひななは4連。しかしこれでようやくジャッジメント当選ということになります。なんかもうなんか寂しいというか、本当にチャンスというチャンスがほとんどここまでなくて、ヘルゾーンもなくて、まあこうちょこちょこ中断リプレイやチャンスに来る程度で、もう本当に静かでした。その中でしれっとキナナが4連戦ジャッジメントを迎えると、なんかこう流れに乗れてないというかですね、
不安な立ち上がりとなりましたが、ちょうどゲーム数は開始900ゲーム、投手の方が34本、はあ34本、ジャッジメントです。いきます。さあ初球ゲーム数が何ゲームになるか、そして、まあ、AT 中にしっかり乗せれればね、34本カーデスにとってはそんなに手の届かないほどの投手じゃないので、まだまだいけると思います。ベリベロス、さあ静かな通常ゲームを経てようやくゴッドゲームに入ります。しかしこのままでは初期ゲーム50ゲームとなってしまいますが、おお続いてくれました。これで70、よし3桁いけ、これはいいぞ。超ケルベロス100ゲーム、まだまだ、ちょっとこれは面白くなるかもしれませんよ。ケルベロス続いてます。あ、終わったか。まあまあ、しかしケルベロス110ゲームなら、あとはこの110ゲームの中でしっかり上乗せをしていきたいと思います。行きましょう。ハーデスは、まあ、通常時ポン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 僕当てるタイプじゃないと思ってるので、 AT 中に乗せて勝つイメージを持ってるので、この中で乗せますよ、当てますよ。そして、まあ、1600枚以上出せばプラスになるので、まずは挨拶代わりのリールロックでも見たいですね。よし、さあここは中段圏なので30以上の上乗せです。50、これで再び残りゲーム数100ゲームを超えました。いいですよ。これでもう見込みとしては500枚ほどは見込める AT となっております。さあ今度は何だ、チャンス、ジャッジメントで来ればね。ここはもちろんペルセブレかハーデスです。ジャッジメントならフェイクリプレイ、おパネルショートです。ちょっと AT に入って良くなってきたんじゃないですか。デジャブフリーズ濃厚になりますね。デジャブフリーズ濃厚の上の手です。次ゲームと50ゲーム、これで残りが154ゲームになります。いやー面白いですね。やっぱりハーデスはこれがあるから大好きです。凱旋はセット数上乗せ型、そしてアナザーゴッドハーデスはゲーム数の上乗せ型、これが大きな違いですけれども、初期ゲーム数が少なかろうと、初当たりの形が何であろうと、 A 手に入ってしまえばこのように次セットに期待するゲームじゃなくて、もうこの消化値の上乗せですからね、レア役さえ引ければというところはあります。よし、なんかだんだんエンジンかかってきましたね。これこれこれですよ。スロースターターなんで仕方ない。ただエンジンもうかかるとね、もうバーンといくんで。これでラスト1ゲームになります。後乗せはなし。はい、650枚の獲得で終了ですね。現在マイナス950枚ほどということになります。とりあえず900ハマり痛いスタートではありましたが、まあ、650枚でも最初の AT 中は100ゲーム以上の上乗せが合計あったので、まあまあ AT 自体は悪くなかったと思います。問題は次ですよ。この持ち込みで次の当たりがあるかどうか。追いますよ、追いますよ、追います、追います。やめたところでよっぽど凱旋の
900ハマりとかがあれば行きますけど。いや正直これやばいっすよ。追いかけたらこれはやばいと思う。いくら直撃があるとはいえやばいよ。手応えを全く感じないのでハーデスやめます。総投資が今38本です。はい、移動します。38本、2000枚出さんといかんね。はい、昨日凱旋で撃沈したのでハーデスで取り返そうと行きましたが、帰るうちに会ってしまいました。なんかねもうちょっとムキになってますけど、まあ、節目ですからここでちょっと負けを減らしに行くよりもやっぱり一発逆転は狙った移動したいなということで、昨日に続いて凱旋です。こちらが今日77ゲーム AT の後ですね。ハーデスは本当に追っちゃダメなやつだなって思いました。さすがにもし天井まで行けばさらにあそこから1100ゲーム以上ハマるわけですからね。まあこれも今から天井行けば1400ハマるわけですけど、天井行くことばっかり考えとっても仕方ない。怖いよね。でも3、わお、隣で雨暮れが。38本使った状態で凱旋への移動って結構ドキドキします。いいな雨暮れ。さあ140ゲームほど消化したところになります。頼むよ頼むよ。よし、これはもらったんじゃないですか。中段機7からよし当たった。233ゲームなんとかここでは投手を抑えました。凱旋での投手は7本ですね。総投手45本になります。はあ、よかった。さああとは昨日は6回当てて全部単発終了でしたので、ここでちょっと欲しいですね。見せ場がいきます。最初の当たりは早かったですよ。凱旋早速中段機7がいい仕事しました。あとは昨日超えれなかった単発の壁をここで超えれるかどうかです。まずはこれで1セット目は上乗せです。あれだけ昨日超えれなかった単発の壁を今日は1回目の相手でまずこれで超えました。まずは1セットの上乗せです。上乗せは1セットか。言ったら残り148ゲームは相手が消化できるわけですからね。次のチャンスを待ちたいと思います。
乗せチャンス。さあ行くぞ、絶対このチャンスは生かしたい。1ゲーム目ブイ、ボタンが欲しいな。エース4ゲーム目もボタンはなしです。ラスト乗せれずか。弱いっすね。ストップ。2セット目も上乗せのチャンスはありましたが、セット数乗せれず661枚という結果ですね。枚数はここも良かったです。3セット目あるかどうか。2セットでした。しかしまだここは天国モード滞在のチャンス。あるかもよ。3セット目行くぜ行くぜ、まだまだじゃ。そして上乗せチャンス。今日はキナナがいいですよ。4セット目これで確定。いけるかもしれません。もう一度行け。上乗せはここも一つですけど、これで4セット目突入確定となりました。これはハーデスやめて凱旋に来て正解じゃないですか。この流れはね。さあこれで4セット目が終了です。4セットで1354枚、まあいい枚数ですね。総投資がしかし今日は2115枚ありますから、投資分まであと800枚というところですね。800枚切りました。5ゲーム目。はい、4セットです。まあ、やっぱりセット1セットを重ねて2000枚以上出すというのはなかなか難しい。PGG か SGG かあるいは V ドルが絡めばというところですけどね。さあまだここはちょっと期待しながら回していきます。どうしようかな。2115枚に対して今1021枚ですから、持ちコインがちょっと一回周り見てみますね。わあ、1000回転以上はまったんですね。あの後きつかったでしょうね。もう一回これに戻るか。ハーデスは本当に追っちゃダメなやつだなって思いました。なんかそろそろ一発ポーンと2000枚3000枚ぐらいの波来そうな気しますけどね。かけてみます。もうとことん今日はハーデス凱旋で、ハーデスで負けました。凱旋で半分取り返しました。最後ハーデスでまくって勝てたらいいですね。カムバック、やっぱりハーデス凱旋と打ってますから3機種目ないですよ。もうハーデスか凱旋しか。僕は今日はそういう気持ちで来ています。
ハーデスから外線行って外線からハーデス、もうハーデス打つなら自分が打ってた台がいいなと思って、ちょうど空いたのでタイミングよく来ましたが、ただここはもう持ちコインが飲まれたら今日は残念ながらそこで終了とします。飲まれて追加投資してまた深追いするわけにはいかないので、なので今日は、まあ、最悪の結果がマイナス2115枚ですね。最悪の結果が、やっぱり渋川ですね。なんで戻ってきたっていうお話ですよね。いや、なんで戻ってきたって、それはもう悔しいからですよ。理由はそれだけだ。この台が出そうだからとか、この台がいいからじゃなくて、この台で、この台で勝ちたいからですよね。さあヘルゾン184ゲーム、青か。ここで当てれればまだあと1400枚ぐらいでプラスになるのでいいんですけどね。当てたい。当てたいよ青でも。当たれ。おお、中段。当たらない。これはついてないですね。当たってよ今の。だったらまだ通常ステージで引きたかったですね、ヘルゾーンじゃなくて。何も引けねえ、何も引けねえ。そう、なんかバカにされてるみたいだな、この台に。雪がまたすごく身に染みますね。昨日今日とハーデス凱旋、昨日凱旋、今日ハーデス凱旋。昨日も結構負けてたよね。39本、違う69本、今日45本、114本、114本、2日で。後から冷静に考えたらなんで戻ったんだろうなって思いますね。凱旋行って1000枚出て、まあ、1300枚凱旋で出してよかったじゃないですか。凱旋で、いや、ハーデス戻るぐらいなら凱旋続行すればいいやんとかね、もっと他の機種あるでしょって思ったんですけどね。なんかあのハーデスにムカついたというか、いやもうこのまま終わらせんぞという気持ちで、というのとちょっと欲が出たんですよ。朝一座ったハーデスでこれ逆転して結果的に勝てたらめっちゃ気持ちいいなと思って戻ったんですけどね、激しく進行でしまいました。昨日ほどじゃないですけど、ちょっと節目にしては当たりも少なくて残念ですかね。でもハーデス凱旋はもうある意味もう一発狙いみたいなとこあったので、それが叶わなかった結果と思うしかないですね。もうね、気分が冴えないんすよ、こんだけ負けたら。何？何すか？え？うん。うん。匿名希望。うんうんうん。じゃあいきますかね。はい、ちょっと寒いですけどね、お便りの方またたくさんいただいてます、ありがとうございます。じゃあ早速紹介しましょう。ペンネームウータンさんからです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年の審査さんの目標って何ですか？街道日記の目標や個人的な目標などあれば教えてほしいです。ちなみに私の今年の目標はまだ達成したことない万枚を出すことです。
凱旋などの高純造 AT 機はなかなか打てませんがということでお便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、いやでもまだまだ今年の目標マンマイオーバーというのは持っていいと思います。まあ、なんやかんやね、まだキルナやハーデスや凱旋といったところもですね、ホール内にはかなり残っていますし、まあ、今年いっぱい打てるお店はかなりあると思いますので、一撃万枚とは言わずとも1日のトータル出資プラス万枚を出せるのも、まあ、今年のうちかなという気もしてますけどね。まあ、来年以降どうなるか分かりませんけれども、万枚オーバーが今年の目標ということですね。ウータンさん、僕の目標、僕の目標はですね、そうですね、やっぱりアローズスクリーンとしての目標、個人的な目標はあります。それはですね、会社を設立して、もう7年目に入ってますので、この1年はですね、7年間の中でも最も大きな収益を残すこと、そして、個人的にもですね、39年生きてきた中でこの1年が一番収入の多い1年だったなと、たくさん稼いで40代に向かいたいなというのが個人的な目標です。ちょっといやらしいですけどね、はい、もう今年は稼ぐぞという感じでちょっといろいろまた仕事を探していきたいと思います。はい、これだけで終わりそうになってました。続きまして、ペンネーム島レイさんからのお便りです。こんにちは、いつも楽しく拝見させていただいています。車で通っていたらちょっと写真を撮ってしまいました。甲賀万字谷っぽい大分県内ですということで、あ、写真を送っていただいたんですね。大分県内に万字谷っぽいところがあったんですか。あ、これおお、すごいですね。これ雲海が広がってますね。雲海が広がっていて、本当あのアニメのワンシーンのようなすごい景色ですね。大分ってね、あのこういう景色が見れる場所あるんですよ。大分は山が多いですけれども、まあ、それだけにですね、ちょっと上の方走ってると本当にね、雲が下に見えたりとか、こんな美しい景色が見えたりすることもあります。でもよく写真に収めましたね。非常にいいタイミングで撮って、そして送ってくださってありがとうございます。カバンが変わってますよね。素敵です。ありがとうございます。はい、結構前にカバン変えました。これですね。そうなんですよ、カバン変えましたよ。これでシーサさんのカバンの中身紹介してください。配信楽しみにしているので頑張ってください。ありがとうございます。はい、ちょっと待って、ね、カバンの中身紹介してください。大したものは入ってないですよ。まずはお財布ですね。お財布、こんなお財布が入ってます。そして、これあの記念撮影とかした方に配っているステッカーが入ってますね。街道日記ステッカー、これあのホールでお声かけくださればパッとお渡しします。あとはこれですね。もう説明の必要もないですかね。リップクリームとミントですね。これぐらいですよ。基本的にこの中は必要最低限のもの、お財布とリップとステッカーとミンティアですね。はい、以上です。またね、帰ろう。もう手が動か、大負けしたとは思えないような、寒くてもうバカになってるわ。ご視聴ありがとうございました。アローズスクリーンチャンネルへのご登録もお待ちしています。